はい、今日はね、面白いって何かについて語っていきたいというふうに思います。私ね、アニメ業界でアニメーション作ってるんですけれども、面白いって何か、僕の観点で言うと面白いっていうのは感動っていうふうに定義してますと。で、感動っていうのは僕にとって何かっていうと、共感と憧れっていうふうに定義してます。で、共感っていうのはじゃあ何かっていうと、そのキャラがですね、見ている視聴者と同じシチュエーション、同じ人間であるっていうのが共感だと思ってるんですよね。例えば、直近であった王様ランキングとか、そういうアニメがあったんですけど、あの王様ランキングのボッチっていうキャラは、まあ、すごくね、民衆からバカにされるキャラクターですよ。で、能力もそんなにないわけです。ちっちゃいし、剣術にも長けていない。でも剣術に長けているのが、強さが全ての王様ランキングの世界では、まあ、絶対に王様である必要の条件だったわけですね。でもそのボッチは能力がなかったと。こういう状況って、今の視聴者にもよく起こっていますと。例えば会社っていう環境下で、その会社で必要な営業能力っていうのは、そこまで見ている視聴者にはないけど、その営業能力がある人がトップに立っていく、上に立っていくと、そういうようなシチュエーションがあるときに、やっぱ王様ランキングのキャラクターにこう共感するわけですよね。あ、自分も営業力が全ての世界で営業力はないと、それで悩んでいたことがあるから、ぼっちの、剣術が弱いっていうところで、その剣術が強いっていうのが正義の世界、ここがすごく刺さってくるとかね。例えばあとは、視聴者がいじめにあっていたとかね、そういうシチュエーションがもし視聴者にあった場合に、ぼっちに共感するわけですよ。なんでかっていうと、ぼっちはよく民衆から蔑まれたり笑われたり信頼されていなかったりすると。で、いじめられっ子もそうじゃないですか。蔑まれたり笑われたり、陰でね、何か言われたりするわけですよ。だから、いじめられっ子にとっても、王様ランキングのボッチっていうキャラクターはすごく共感を生むキャラなんですね。で、しかも、ボッチっていうのは、ずっとこう、笑顔はね、キープしようと。周りに気を使って笑顔はキープしようというキャラクターなんですよ。そこら辺も、こう、深い心理をね、指しているわけですよね。いじめられっ子も多分そうだったと思うんですよ。みんなにいい顔して、どうにか中に入ろうみたいな、そういうことがあったと思うんですね。そういう記憶のリフレインが起こるっていうのが、この共感っていう、キャラクターの特徴が持つ、共感という要素だと思ってて、この共感があるとですね、特に泣ける感動っていうのにつながってくると思ってます。泣ける感動っていうのは、どうやってこう自分の中にね、感情ができるかっていうと、要はこういうことを言われたかったなっていうことですね。受け身な感情です。例えば王様ランキングで言ったら、影っていうキャラクターがぼっちに、俺はお前の味方になりたいんだ、お前のやり方はあれで合ってると思うよっていうふうに言うんですね。ここに救われるわけですね。視聴者はすごく救われるわけです。なんでかっていうと、自分がさも言ってもらえたかのような感情になるからですね。これが受け身の感動になります。この受け身の感動はすごくですね、涙を誘いやすいんですね。これなんで涙を誘いやすいかっていうと、自分の存在を肯定してくれてるわけですよ。自分のありのままとか、自分のやってきた行いを肯定してくれる、自分の性格を肯定してくれるわけですね。そうなると、自分が正しいと、自分がやってることは間違っていないと、そういうふうに言ってもらえてるっていう感覚になるわけですね。そうすると、そんな状態、そんなことを言われることなんて実際の世の中ではないじゃないですか。誰もお前のやり方はそれでいいと思うよって言ってくれないじゃないですか。みんな上から目線で営業のアドバイスとかしてきて、今お前はこうした方がいい、ああした方がいい、うんたらかんたらって言ってくるわけじゃないですか。それってでも全部うるさいって思ってると思うんですよね、みんな。まあ一部の人は、いや、これ確かにだなっつって、頑張って営業やるのかもしれないけれど、まあとにかくですね、いろんな人にとって、自分がやってることを、自分なりにやっている努力みたいなのを肯定されるのって、実社会ではおそらくないんだけれども、それが肯定されるのはすごく気持ちがいいんですよ。で、泣く感動につながってくるわけなんですけど、これがですね、まず1個目の面白さだと思ってます。泣く感動、共感から生まれる感動、受動的な感動ですね。これがまず面白さの1個だと僕は思ってます。で、2個目何かっていうと、憧れ。憧れです。憧れっていうのは何かっていうと、要するに視聴者が、私もこう生きてみたいなっていうふうに思う感情のことです。私もこんな風に天真爛漫、傍若無人に生きてみたい、嘘をつかずに生きてみたい、何かに一生懸命にまっすぐに生きてみたい、そういうのが憧れが生む感情になりまして、感動になりまして、この感動は、
涙をあまり誘わないと僕は思ってます。涙というよりは鳥肌だとか、あとはこうなんだろうな、胸がたぎる感覚に近いですかね。そういうものをこうたぎらせてくる、感動だと思ってます。すごくその鳥肌が立ってくる、こう感動が湧き上がってくる、感情が湧き上がってくる、こう熱い気持ちになってくる、そういった人はそのニュアンスだと思ってるんですよね。で、この熱い感情が湧き上がってくる憧れっていうのはどうやって視聴者にとって生まれるかっていうと、視聴者がうわーこういう自分になってみたいなっていう憧れのヒーロー、成功者みたいなものがキャラクターだと、この感、なんだろう、憧れっていう感動が生まれやすいと思ってるんですよね。例えばワンピースのルフィだってすごく天真爛漫で、傍若無人で、自分が自由に生きてみたい、そして自由に、強くある、それがルフィという、存在で、でもそんな人間って実社会で世の中あんまりいないわけで、はい。で、かつ、じゃあガールズバンドくらいっていう、この前やっていたアニメで言ったらニーナっていう存在、傍若無人、仁義を持って、自分のやりたいこと、言いたいこと、すべてを貫く、間違ってないと言って、自分が正しいと言って行動しまくる。こういうキャラクターは憧れを生みやすいわけですね。こういうふうに生きてみたいと視聴者が思えるわけですから、ニーナみたいに実社会で生きてたら、それもうやばいやつっていうふうなレッテルを貼られてしまいかねないじゃないですか。でもだからこそ、自分も本当はこう生きてみたいんだよなって思ってながらも、実社会ではそれが許されてないから生きれない。ニーナみたいには生きれない。でもアニメの世界でニーナっていうキャラクターが傍若無人に振る舞って、多少は困難進化あるんだけれども、失敗しながらも自分のやりたいこと、言いたいことっていうのを貫いていく。ここに痺れる、憧れるわけですね。ジョジョじゃないけれども。そういう風に感動が生まれるんですけれど、この感動はどっちかっていうと、こう生きてみたいな、みたいな、こう、なんだろうな、鳥肌が立ってくる感動で、まあ、ハイキューとかね、熱い系のアニメーションには多いタイプの感動ですよね。はい。で、この2種類の共感と憧れというのが、面白さっていうものの定義だと僕は、思ってるんですけれど、なかなかね、この、ちょっと脱線した話になりますけど、憧れと共感っていうのが、混在したアニメーションっていうのが少ないと僕は個人的に思ってます。例えば、共感っていうのは王様ランキングではすごくあるんですね。ボッチっていうキャラクターに共感する人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。特にまあ女性の方とか王様ランキングお好きな方多いと思うんですけど、すごく王様ランキングっていうのは共感を生みやすいアニメーションだと思ってます。逆に言うと王様ランキングって2話以降ちょっと失速するんですよね、自分から見ると。で、なんでかっていうと、それは憧れっていうのがなかなかぼっちから感じにくいからだと思ってるんですね。で、憧れってぼっちから感じにくい理由の一つが何かっていうと、その才能をぼっちが持ってしまっているっていうこと。ここだと思ってますと。ぼっちっていうキャラクターは今まで弱いっていうキャラクターでいて、それで急にね、すごい強い敵とあの針があるから戦う。そこにこう、視聴者は、何かこう論理的に納得感がないと思うんですね。僕は特になかったんですよね。で、かつボッチっていうのは避けるのが上手いとか逃げるのが上手いっていうキャラクターで、そこも僕はこう憧れを生みにくいところだと思ってて、憧れを生むためにはやっぱりね、自分じゃできないことをやってのけてるっていう、その努力量みたいなのが必要だと思ってたりするんですよ。才能っていうのじゃなくて、どっちかっていうと、じゃあ才能ってんじゃなくて、ぼっちがめっちゃ死ぬほど努力をして、努力をして、強靭な敵に勝つみたいな、そういうストーリーだったらばすごく、こう、視聴者も受け入れられると思うんですけど、どちらかというと、こう、物語を見たときに、なんか自分の才能に気がついて、それを発揮して勝ったみたいな印象を受けてしまうと、やっぱり憧れっていうところに到達ができないんじゃないかなって思ったりしてますと。そんな感じでですね、共感と憧れっていうのはなかなかね、共存しづらいと思ってるんですよね。で、共感と憧れを共存させるためにはどうしたらいいかっていうと、別キャラクターで共感と憧れを生むっていうところだと思ってると。つまり、例えばガールズバンドクライっていうアニメーションあると思うんですけど、あれはですね、
僕から見ると桃花さんは共感を生むキャラクターです。でニーナは憧れを生むキャラクターです。これガールズバンドクライのすごく面白いところというか、感動できるところというか、あれが面白いゆえんだと思ってます。はい、桃花さんっていうキャラクターは一見憧れられる対象、ダイヤモンドダストを抜けて一人でやっている音楽のプロフェッショナルだった人、この方が本来は憧れの対象になるべきなんだけれども、あの物語をよく見ると桃花さんっていうのは音楽と売り上げっていうところの狭間で売り上げに負けそうになっている、まあちょっと視聴者寄りのキャラクターなんですよね。共感を呼びやすいキャラクターなんですよね。つまり自分のやりたいことを諦めそうになっている女の子なんですよ、桃花さんっていうのは。でそれがですね、非常にキャラクターが視聴者目線なんですよね。うん、視聴者も僕らもね、例えば僕が絵を描くのが好きなんだけど、絵を描いてそれで絵だけで食っていけるわけがないってずっと思い込んでたんですよ。でも音楽をだけじゃ食っていけないって言って桃花さんは辞めたわけじゃないですか。辞めそうになったわけじゃないですか。ここに共感が生まれるわけなんですよね。うん、でそんな桃花さんと僕らがその共感対象になっていて、かつその状態でニーナが第8話ですよ、ガールズバンドクライ第8話でニーナが桃花さんをビンタするわけだ、私で逃げるなっていう風にビンタをするわけですね。ああやって僕らも言われたかったなってきっと思ってると思うんですね、視聴者としては。共感を生んでしまったこの桃花さん、もう桃花さんと視聴者は同一人物、この状態でニーナからあのビンタを食らうっていうのが、あの共感による感動の、理由というかロジックだと思ってるんですよね。うん、だからガールズバンドくらいですごく共感を生みやすいのは桃花さんだったりします。はい、で逆にニーナがこう活躍をするっていう場面では意外と涙は流れにくいと思うんですよね。どっちかっていうと鳥肌が立ったり、こう生きてみたいっていう風な熱い気持ちが湧き上がってくるっていう方がこう近いんじゃないかなと思ってたりします。であの物語で見ると一見ニーナは憧れ、桃花さんに憧れているという風に見えなくもないが、でもやっぱりよく見るとあのアニメーションはニーナに憧れるんですよ。ニーナに憧れるアニメなんですよ。ニーナがルフィなんですよね。ニーナがデクなんですよ。ニーナに憧れるアニメなんですけど、だからあのアニメっていうのはこうニーナがねこう傍若無人に振る舞っていると、で僕らとしてはああいう風に生きてみたいなっていう風に思えてしまうと、だからこそあのアニメはこうなんだろうな、ワクワクするわけですよね。どっちも感情、感動が襲ってくるから、だから面白いわけですよ。桃花さんによる共感も生んでくれるし、こうやって生きてみたいなっていうニーナによる憧れの感動も持ってきてくれる。泣ける感動もあるし、熱くなる感動もある。ここの二つの感動があるのがガールズバンドクライが名作、覇権になったゆえんだと僕は思っています。はい。このね、二個の感動を生むためには、僕はね、意外と同一キャラクターでは難しいと思ってますと。はい。例えばその、まあ、ちょっと話長くなってますけど、僕のヒーローアカデミアのデクっていうキャラクターがいて、デクっていうキャラクターは最初は能力がないっていうキャラクターで、この能力がないっていうところは、まあ、僕らね、視聴者、読者にとって、まあ、共感の対象になるわけですよ。でもね、ヒロアカが惜しいなっていうところは何かっていうと、ワン・フォー・オールをもらったことなんですよね。ワン・フォー・オールをもらったこと、つまり才能をもらってしまったことによって、共感で読んでいた読者は、憧れに転移しづらくなったんだと思うんですね。うん。つまりどういうことかっていうと、デクっていうのはワンホールを継承した人間であって、才能をもらい受けた人間であると。で、あんなにね、自分と近しかった共感の対象だったデクが、なんだこれラッキーで上に行ったんじゃんかと。努力で、そっからね、どん底から努力で這い上がったんじゃなくて、これラッキーで才能で上に上がってったのかと。こういうのはね、読者はやっぱ納得できないわけですね。ボッチが自分の避ける才能を使ってトップに立った、相手、強大な敵を倒すに至った。これはね、やっぱ納得できないわけです。なぜ納得ができないかというと、才能なんかで僕らは上に上がれないと思ってるからなんだと思うんですね。はい。才能なんかで上に上がれないと、どっかで思っているんだと思う。心のどっかでは、才能、運とかの前に、努力、ここ必要っていうのを肌感で感じているから、才能とかで上に上がったりするとか、こう何かギフテッドでもらい受けたもので上に上がったりするっていうのに、何も納得ができない。
本来自分が一番納得できる、共感から憧れの転移っていうのはあくまで自分の努力だけだというふうに思っています。だからヒロアカっていうのはやっぱりね、あの共感から憧れの転移っていうのがなかなか難しい、作品だったのかなというふうに思います。でもいろんな作品を見た中でヒロアカが一番ね、そこの共感から憧れの転移がうまいこと言っているなっていうふうには思っています。なんでかっていうと、まあワンフォールをもちろん使いこなしているわけではないわけですから、はい。でもね、やっぱ僕が最近見たアニメでやっぱ一番面白いなと思ったのはガールズバンドクライでしたね。共感と憧れをうまく2つのキャラクターでこう演出をしている、使い分けて感動を引き出している、ここがすごくやっぱりガールズバンドクライっていうアニメーションの面白いところだったなというふうに思います。これこそが面白いだと思うんですよね、共感と憧れ。今日はねそういう話をしていきました。この動画がいいなと思ったら高評価お願いいたします。何かねコメントあったらコメント残しておいてください。それではまた。